有段者になると、互い戦で打つ機会が増えてきます。白4で2連星と2連星の対抗になりました。黒5と3連星に構えるのは、模様や戦いを目指す打ち方です。白3、3連星以外の打ち方を見ておきましょう。 白が向かい小目に構えたとき、黒1とかかるのは積極的な手です。この場合、A の次から開く定石は、左下隅を白 B と締まられて面白くなく、黒1ともう一つかかるのが面白い打ち方です。黒9、11の片次は、次の手が厳しい。